縦型会代表ショットブラザーズです。イエーイ、笑いすぎやって今日午前中はまあ朝抽選2人で行ってダメで、でリセカリしてダメでダメだある企画に挑戦しようかな。うん、カモンカモン。まあ、今 6.5 結構主流やん。もうね、だいぶ主流やよなあれ。まあそれにちなんで 6.5 号機縛りで再現してみようかなって。なるほど、6.5 号機ね。いいですよね、6号機より全然ありやすいわな、あれは。ちなみに 6.5 号機のなんか印象ってどう思っとる？俺の印象？なんか印象、あ、もう玉持ち悪い、荒い。ちょっと6号機慣れすぎて玉持ち悪い、荒い。この2つかな。6号機って何ていうのかな、まあ、変な話、100回転とかさ、100回転とか200回転回ったらいけるって言ったら結構あったやん。結構されたよ。結構なんか稼働弱くてもいってるなっていう気が起こったけど、 6.5 号機に関してはやっぱり有利の関係もあって結構稼働がないとなんか打てん。まあ、そういうデメリットも結構感じとって、いいところもあるけど、まあ、なんか悩みはやっぱ6号機って結構良かったよなって。なんか入らに関しては時間効率とかも最強やったやん。もう敵やと弾持ってもいいやろ。うん、いや、ちょっとね、昼から何で打てるか分からんけど、うん、まあやってみようか、それを。じゃあ早速 6.5 号機縛りの入ら始めていきたいと思います。それではスタート。
中です。お疲れ様です。お疲れ。はい、何時今？今10時40分ですね。まあそれ、まあ閉店近い感じです。で、稼働内容、稼働内容の、稼働内容の方がこちらになります。ダン。で、計5台打ちました。5台打ってちょい勝ちぐらいかな。多分ちょい勝ちですね、うん、ちょっとプラスって感じですね、うん、もっと荒れると思ったんですけど、個人的には大勝ちか大負けかなと思ったんですけど、まあ正直、まあ見せ場もなく見せ場、なんか不可もなく不可もなくみたいな、何の見どころもなく終わったっていう感じで、ちょっと残念な、うんうん、見どころはないね。でもリアルって感じかな、これが。でも企画しとったら結構、うん、なんか怒るやん、うん、割と中手引いたよ。ああ、フリー戦かったけど、うんうん、まあ、今回 6.5 号機縛りっていう、うん、入らしてみて、まあ思ったこと、うん、なんかある？個人的に思ったのは、うん、やっぱちょっと爆発力あるやん、実際 6号機とかだって。でも6号機も一応2400枚っていうくくりはあるわけやん。ある、うん、で決まった手玉も出るっていうなんかメリットもあるやん。正直ボーダーゆるゆるでも、うん、勝て取ったよっていう賞って結構多いと思うね。うん、うん、でも 6.5 号機に関してはなんかちゃんとしっかりそこら辺立ち回らんと、うん、なんかきついような気がするかなって、うんうん、それはあるな、うん、だから同じ感じで流行らしとったら、うん、ちょっと危ない危険っていうか、うん、危ない目に遭うんかなって、うん、まあ、緩くないってことやろ、うん、6号機みたいに、うんうん、で有力感とかもね、うん、ランプとかでも分からなくなってくるからな。朝とかもやろ、うん、こういう知識とかも、まあ、売っていく中で大事なんかなと。まあ確かにな、うん、本当にハイナーで食える機種やってんなと思う、6号機自体が、うん、6号機の凄さ感じたね。設定に関してもやっぱ 6.5 号機はやっぱ荒れとるなって、うん、いろんな人の、うん、ね、個人的にもあるな、聞いたり、うん、見たりしとるけど、うん、やっぱり収束の目に関してもやっぱりちょっと荒いよね、 6.5 号機荒い。設定にはやっぱ荒いなって思う、うん、まあ今から 6.5 号機スマスロ荒い機種になってくるんで、対応していけるようにしましょう。これから皆さんでその情報も発信していくんで、発信していきます。そのところだぞで今回はこんな感じでした。 6.5 号機縛りで配慮してみた、まあ、結果は残念となりましたが、次回リベンジしますんで、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録と、じゃあ次回の動画で会いましょう。バイバイ。Johnny.